までの工事戦亡は、鎌倉時代中期から、南北朝時代にかけての苦行。十三味、までの工事元道の子。官位は、十一位、大納言。北畑畠近房、吉田貞房と共に、五醍醐天皇の側近、後の三房の一人に数えられる。主な業績は、五醍醐帝が、鎌倉幕府当幕の疑いをかけられた、小中の変において、鎌倉に、 五醍醐川の特使として派遣されて、釈明を行い、主君の無罪判決を得たことである。憲武政権では、雑訴決断書が知ら人を務めた。しかし、南北朝の内乱では、五醍醐天皇が開いた南朝には合流せず、京都に残留したと見られている。日記資料に一万一期がある。父、悲痛が、官職にあったため、 若年のうちは感触に恵まれなかった。大覚寺等の五二条天皇に属して、五位倉人、弁官を経て倉人等、参議を歴任するが、徳次三年の天皇法御後に参議を辞す。文法二年大覚寺等の五大五天皇即位を機に、県中納言に復帰。正中元年、五大五天皇が、倒幕計画を疑われた、小中の変においては、 自ら鎌倉へ赴いて天皇に対する弁明を行い、その後県大納言に昇進する。玄徳三年の原稿の変では、二人の息子が倒幕に関与したとして、六原短大に拘束されたが、翌年四月には許されて、新帝である、寿命院党の黄金天皇のもとに出資するよう、命じられた。鎌倉幕不滅亡後の剣務の申請下では、 十一位に除せられて、雑草決断書の頭人を務める。兼務三年一月には、若年の千草忠明と共に出家しており、申請への不満が集まる中での爪腹を切らされたものと考えられている。五代醐天皇に従って、吉野に赴くこともなく、次男、末草の伊地なかも京都に残ったため、それまで大覚寺等の重鎮であったまでの工事家は、 以後、寿命院等方について活動することになった。その後の戦亡の消息は明らかでないが、元存、時房の日記である、縦打ち記の文案4年10月18日以上に、戦亡のお延気を周する記事が見えるので、上は4年、昭平3年のこの日に没したと見られている。去年91。後世五代醐天皇の信頼が厚い献身として、同じく、 五代醐天皇の近親であった北畑近房、吉田貞房と共に、後の三房と並び称された。また、日記として一万一機を残しており、写本が断片的に現存している。日記を記すことは、当時の公家が政務を円滑に行い、子孫が加盟を維持するために必要不可欠な行動であったが、完食に終わった父、悲通が日記を残していないので、 までの工事家の公家としての初期藩は、千謀に由来するものとされ、千謀は、歴代のまでの工事家当主の数系の対象となった。日付イコール旧歴福岡県山川町には、山川町が、千謀の終焉の地であるという伝説がある。真偽は不明だが、大和郡にはまでの工事村という村があった。ありがとうございます。